さあ新年一発目の卒大会はなぜか交流大会と。前回も交流やりましたけどね、交流の大会は他じゃ見たことないですよね。おそらくはレインボーは見たことあるんですけども。そしてキャラが変わってもう早速わけわかんないことになっている。さあ先に昇竜拳出した方が多分勝てると思うんですけど、このゲーム。さあ意味がわからない、わかんない、わかんない。おお昇竜拳、なぜか竜がぼったし、そのまま調整で技が出ないか。ああそうですね、ガードキャンセルあり、暗いキャンセルあり、残機の投げは Y 軸無視ですっけ。おお、なんか残機になった。おお投げたところはどこでも決まる。さあそしてこれやばい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 、近づいてやばい。あ、なんでダブラリーアッパーが変なところで当たって、さあこれは上にいる、見えない見えない見えない、回してても見えない。さあ意味がわからないぞ。さあ下から出てきた。このままじゃお互いの攻撃当たんないんじゃないか。しかし残機は横さえ当てればスクリーンで回せるので、これ非常に実は龍が危ない状態。おっと降りてきたが、まだ回っている。そ投げた、投げれんの、マジで減ってない減ってない、投げ無効。スクリーンなら入るんですけどね、あの状況。さあ意味がわからない。これは残機がずっと回って、これはお互いの攻撃が当たらない、このまま終わっちゃう。あ投げた、これ確定。さあ龍が何か吹っ飛ぶ、やっと時間戻って、まだ回っている、暗くなって、さあ暗いキャンセル、なんだこれは、ラリアット、意味わからないけど、剣という名の残ゲーム、環境さんが勝利してくれて嬉しいですね。鳥島さん対 T2 さんと。さあ同キャラが始まって、さあ昇竜拳を出したら大変なことになる。さあまだ画面に残って、おピュッてる、いや復帰早く大きいかこれ。さあ昇竜拳が当たって、まだ波動が残っている、これは 1B 側がやばい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 、昇竜拳が出て、これは今度 2B 側がやばい、もう抜ける、あ当たる。そしてピオールがあんまり関係ない。さあなんか熱い熱い、どっちが昇竜拳を早く出すか、当たってかさ当たりまだ知らない、波動が出る、あーこれは詰んだか、削りガードモーションで固まってしまう。あれはどうしていいかさっぱりわからない。そうなんですか、できるんですかね。さあまた昇竜拳が当たって、今度は、まあ、ちょっと波動拳が残っているが、これは波動がいっぱい残ってる方がやばい。ガードして暗いキャンセル投げる、減っている、ちゃんと減っている、さっき減らなかったのに。さあ波動が当たって、さあわけわかんない、投げた、これは確定か、生きている、まだ生きている、まだわかんない、まだわかんない。昇竜拳当たって、これは 1P が勝利と。さあ変なゲーム。さあ今度ガイルが出てきましたね。しかしこの波動の量にはさすがソニックも硬いと、早速キャラ替え。さあ剣にやったぞ、クライキャンセルして空中にいる。さあめっちゃ食らっている、昇竜拳以外出すの大変。さあ起き上がって昇竜拳出すが、これ昇竜拳当てた後多分クライ側の昇竜拳確定しますよね。ひどいゲーム。さあこれはスーピー側のナイさんでしたっけ、鳥島さんですか、が一本取っていく。さあホンダザンギ、さあ一番危ないキャラザンギ。さあ暗いキャンセルで回っているが、もう片方の回る技の方が明らかにヤバい。さあこれはチャブ台、さあ向こうにやっているぞ、さすが相撲。さあザンギがテンタラク舞い上がって、おお当たってる当たってる、軸が合ってるのか。さあダブラリが5ヒットぐらいしましたね。これそしてブランカ、ブランカもやばいぞ、やばいやばい、これやばいこれやばい、変に動くと。さあブランカこれは連打してるだけでいいのか。さあ決まった、変にこれキャンセルするととんでもないことになってしまう。さあまたベガ対リュウになってしまった。はっきり言ってこのままだとベガはかなり涙目だと思うんですが、さあキャラが変わってガイル、これガードキャンセル、サマー完全に別ゲー。サーッと、さあなんか一見強そうなサーッとですが、さあしかし炎は膝から出る、これはどうなっているんだわからない。おい何かダウン、なんだこれ。さあ残機は空中で一体何をしているのか、バイソン、これはやばい予感がする。
助けて、これ確定、絶対確定。やばい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 、巻き込まれる。さあ回ってるだけでオッケーと。さあ素晴らしい吸引力。これはダッシュアッパーダッシュアッパーとやるが、ダルシムダルシム、これはどうなんだ。ダルシムってなんかできるの。バルログバルログ、このレッバログレインボーなら強いんだけど、これは空中にどっか行っちゃった。さあどキャラガエキャラガエキャラガエ、さあブランカーガエル、さあベガーが一生ヘッドプレス、空中投げ無効になっている。さあこれは投げ技スクリューしか効かないのか、このゲーム。さあ一生さんは一生ヘッドプレス、さあ戻ってきた。これ軸があって飛び込みからコパンコパンソニック、さあ普通の卒になった。さあもうこれどっちが誰さんとかどっちのキャラかなとか関係ないですね。さあブランカガエル、ガエルロケだ。さあソニックソニックソニック、さあ弾幕芸になって、当たっているのはワンピー側じゃなくスーピー側が食らっていると。さあこれはよくわからない。弱を置いた方が強いのか大の方が強いのか全然減らないが、さあこれはなんかレインボーみたいな戦いになっている。さあ食らうが、さあちょっとまともなゲームになってる気がしますね。なんか両ゲーじゃないですかこれ。さあお互い球を設置するのか打つのか、やばいやばい、これ通備がやばいぞ。おっとサバで割り込んだが残りがに当たる。そしてやばい、さあ大変な、さあ誰だ誰だ誰するんだ。さあ安定の竜、しかし相手は残儀、近づかれたらやばい。さあこれはハロウッツ昇竜を打って、これ安全に距離を離していく。さすがに離れてる残儀、これは辛いのか、時間がない。波動拳に当たって、これは 2P が勝利と。もうプレイヤー名とかバッチぶっちゃけどうでもいいですねえ、さあどれだけカオスにしていくかというところ。さあ最終勝利拳を打ったのは 1P が取り島さんと近づいていく。さすがに投げれないのか、また勝利を打って波動に当たる。しかしくらい気がする勝利、向こうも波動勝利打って、これはピオールがもう確定してるのか、クライキャンセル、まあ、めっちゃ当たった、まだ来てるかまだ来てるまだ来てるまだ、おおめっちゃ出てる。さあ波動が出る、さあ大真面目にやると昇竜だけ打ってればいい気がするんだが、そうですそうです、キャラ変えていった方が面白いですよ。問題になるぞ、問題になって、さあ一生のスコイのスコイ、これは相撲ではない。たすき2ヒット3ヒット4ヒット、さあたすき、これちょっとヤバい気がする。さあちゃんと勝利が出る、勝利が出ないとちょっとヤバい状況な気がしましたが、さあ3ラウンド目、ブランカ怖いぞ怖いぞ、ブランカ怖いぞ、近づかれたら大変。さあ電球打っている、おお高速移動、昇竜拳で割り込むが、さあ持ち上げる持ち上げる、ローリングクソ速い、やばいこれやばい。さあ電撃中盤中盤、電撃やめて、おお波動が上と下に行く、なんだこれ、帰りになる。さあやばいぞ、竜巻サマーするがクライキャンセルしない、サマー当たるクライキャンセルはしない、サマーサマー、おおサマー2ヒット、なんとこれ生きてるぞ生きてる、まだ生きてる。あー昇竜拳、これは先に出した昇竜拳が勝った。さあ無駄に熱かったユーガエル。これ電源落とす方法分かってたら最強ですね。さあやり直しは残儀同型だ、ダブラに出して、さあ気にスクリューを出した、どっちだ。さあ 1P 側出した、じゃあ 2P 側出した、確定して、これも確定する、やばい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 、待ってね、キャラを変える変える変える、よくわからない、ダルシム、さあこれダルシムダメージ取れるのか、ベガになる、ベガでダメージ取れるのか、さあベガはよくわからない、もう 1P2P わからないわからない、全然わからない。これは
上に登って、軸がまだ合ってない。 Y 軸が合わないとダメージが入らない。さあ、めんどくさいので、ね、パンチ連打。しかし出ないぞ、キャラ替え。さあ、どうなっている。踏んで、また逃げているのか、これは。さあ、ベガが勝利に当たってるぞ。ああ、しかし、なぜか剣にもダメージが入っている。これは、え、これダブル KO? 前に来ている、来ている。しっかり、これダブル KO だったらやばいですよね、さすがに。先に剣死んでますよね。さあ、キャラ替え、キャラ替え。おーおーおーおお、なんだこれ。投げ、キャンセル。素晴らしい。投げは、さあ、わからない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 。どうなっている。ほら、剣のリードしているのか。そら、桜井キャンセルですね。近づかれた状況、もうどうすればいいのかわかんないですね。投げてもダメージ入んないし、勝利剣でも暗いキャンセルされるしっていう。さあ、これ近づかれない方がいいのか。投げ、無効になっている。投げ、ダメージ入ってない。こういうゲーム。あーっと、ブラックアウト。なんだこれは。さあ、これは無の教師なのか、わからない、全然わからない。投げて、ダメージ入っている。さあ、波動拳が迫る、迫る、迫るぞ。投げる、おお、素晴らしい。ガードさせて投げ、波動投げ、これは昇竜拳。ああ、昇竜出したせいで波動に当たってしまうと。これは監禁さんの勝利。さあ、ようやく B ブロックですね。さあ、これ何が起こすか。バイソン、さあ、バイソンか、バイソンか、画面端、これはまだ入る。しかし、昇竜拳の前には、さあ、おかしい。にバイソンが固めたと思ったら昇竜拳一発でこれだよ。さあ、バイソンが一分間のサードボタンを教える、剣を変えようとしている。さあ、気合いでラッシュラッシュ。しかし、昇竜拳、うわぁ、ヘリがやばい。昇竜拳バイソン哀れ、バイソン見てこれは開幕大竜巻でいきなりキャラ変わって、頭突きファイヤー、頭突きファイヤー、頭突きファイヤー。どういうわけがわかりません。ピヨっているのはどっちだ。で、ホンダはどっちだ。ホンダは3か。頭突きが追いかけて3がまず1本。2本目がホンダスタートですが、それがいいのか悪いのか。ガードをキャンセルして投げた。生ダルはそのままダルシムで行くのか。エンダイオブランカ近づきたいところですが、見えないローリングから近づいて、電撃、電撃、電撃。やはり電撃で3が2立て。アラバマだが、キャラ替えからスタートして、やはりバイソン、バイソンを無理と見て無理と見てガイルドキャラ、ソニックバリアーで、ただガイルの必殺技があまりダメージがないように見えますね。ソニック、ソニック、ソニック、クライタイ様、サマーサマー先ほどの無効試合の後ですので、アラバマ1本からスタート。そして2本目、3は何でいく。恐怖の残機でいくのか。出た、張り付き。そしてど消えた。
るよく、まあ、わけがわからないがスクリュープレーパスター残機見せる、だが張り付いて張り付いて、イズナ食らってしまって3取り返して1-1。張り付いてる間は無敵ですかね。今のはバルセロナか、危険なバルセロナだ。なんとか落ちてくるところを狙いたいが、バルセロナ超強い、強すぎるバルセロナ、ついに出してしまった。今回も嵐横須賀ウニポンさんの残儀、このゲームじゃ絶対強げ。しかしゴンタ君はブランカ、さあ電気が当たった、おお、なんとかスクリュー完全無敵。さあ電気食らうが、スクリューが出るが、さあ電気などお構いなし。しかしこれは体力リードはブランカ、おっとブランカ勝利。ビッグボス、確かスクリーンのモーションが始まっちゃえばもう電撃すら当たらないらしいので、しかし出なかったら終わってしまう。さあキャラが走った、リボンさん、さあうおー、フレームの襟がおかしい。さあ電気ハマるぞ、ハマるぞ。さあアッパーカットに当たると、さすがに体力強かったですね。さあもう相打ち上等な時はブランカを電撃、これ最強です。さあこの膝から出るフレームは変なヘリ、バイソンやばいぞ、この組み合わせは、この組み合わせはやばい。キャラを変える、バカグリュウ、さあリュウなら大丈夫か、うわーやばい、なんだこのヘリ、波動拳、これは昇竜拳ですよね。さあ竜対ブランカ、さすがにこれはブランカきつい。さすがに緊急にスクリーンは見せらないにくれるでしょう。さつまき波動食らって、ガード冷静ですね。さあ最初は昇竜が当たるとキャラ返していく、剣これじゃ変わらないぞ。さあどうするどうするどうする、がっつり当たっている、ザンギ、さあウニポンさんのスクリーンが決まる、クライキャンセル、スクリーンが出ない、ダブルにヒットしてゼリオさんが取っていくと。さあゼリオさん強いぞ、さあキャラ返していって、ダルシム気が見えない、出てるのかね本当に。さあブランカか、これはさあこの組み合わせはちょっとヤバい香りがする、投げて向こうになっている、さあ上に登っていく、これでは上に登っていってお互いダメージが入らないはず。うおお、なんだなんだ、ボッタチェすげえ食らってる、ピオル、さあなんだこれは、ガイルがボッタチェ青に最後サダヒットしている、どういう技なんだこれは。もう奇妙なバッキゾーキャラ、これまた回し合いでしょう。さあ先に回したのはどっちだ、ウニポンさん、ダメージはしっかり入ります。お互い回しまくっている、パンチが暴発する、かっこ悪い、おお、なんだこれ、ダブラリ合戦、クライキャンセルして、お互いモリモリ減ったが、これは大陸リーチしてる、日本さんが取ると。さあ近づいて、さあ決めたぞ、これは日本さんが食らう、さあしかし決め返す、決まった、これは釣りが食らって入っている、ワンピーも食らう、さあ次決めた方がすぞ、どっちがまずい、どっちがまず危ない、なんか熱いぞ、さあどっちがスクリー決める、ダブラリーが当たる、もう近づいてダブラリー、ウニポンさんできる、回す暇を与えなかった。
まあ、ようやく準決が始まりましたか、これは。さあ、日本3対生なるさんだが、キャラ変えていくぞ。バイソン、ゴルグ。さあ、ウニガンはチュンリーを使いたかったらしいが、チュンリー強いのかな。しかし、この2人ならなんか割と一緒、もう空投げ、空投げ強いかもしれない。空投げ強い、百裂。さあ、チュンリーサマーが当たると、なんかガリキが浮いていってる。さあ、2ラウンド目。さあ、これは殴り合いになるか。さあ、暗いキャンセル鳴らし、さあ投げている、まあ、投げているからダメージ入っていない。あっばあ、さあブラックアウト投げ、ダメージ入っている。さあ、よくわからない通常投げ、多分暗いキャンセルしたらダメージ入らないと思うんですけど、ウェザンズレトくらってしまうと。さあ、どうだ、ダルシーも追っ払っていく、大パン大パン。さあ、ホンダ、さあ連打連打、これヤバい気がする。さあ、ゴッツァンが当たる。さすがダルシーも続きも張り手の前には無力であったか、わかんないですよ。さあ、カンキーさんのガイルとゼリオさんのリュウト、キャラガイ、リュウケンになった、ガシになったぞ。さあ、あ、カンキーさん、波動拳で挟もうとしていくわ、挟めない、相手はガメマシン、ウォークやってる。さあ、波動拳にモリッと当たる。さあ、位置入れ替わって、これはゼリオさんがちょっとヤバいのか。さあ、波動拳は通り抜けてザンギーになった、スピード一発で決める、素晴らしい。うわぁ、波動拳がめちゃくちゃ痛い、なんだこれ。クライキャンセルしなくても波動はどうもただヒットするらしいですね。さあ、ブラッカー、ザンギはどうだ、コーラも Y 軸で地上戦を拒否して作りを決めに行くのか。全く分からない、分からない、分からない、分からない。おっと、アイアンクルダメージ入ってる。おっ、何これ何これ、やばい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 。さあ、空中でアイアンクル入ってる、あれ地上投げですよ。さあ、軸が合わないのでダメージ入っていないが、おっ、これは続けているぞ。おっ、これは空中で軸が合っているよ、合っているのが当たってますね。おっしゃおっしゃおっしゃ、これはバルログ、ヒョウが来た、イズナが決まっている、イズナ決まってるぞ。しかし時間が、時間がない。さあ、カンキーさん取り返す。ちょっとイズナトラップもなんか未知の可能性を秘めてる感じですね。さあ、近づいて回る回る、スクリュー決まる。さあ、これはバルログきついぞ、スクリュー、これ違う、ブレンバスター。さあ、やばいやばいやばい、これ網に掴まれないのか。もうチャブ、まさかのチャブ台フィニッシュ、チャブ台で地上から出てくる。さあ、監禁さんが、さあ、ウニさんの残機が今度ほど火を吹くのか。さあ、いきなり波動にブンめちゃうわ、やばいだろこの辺に。おお、死ぬ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 ぞ、ガードでギアでいける、これ済んだ気がします。おお、空中で逃げた、スクリーンは決まれば、しかし暗いキャンセルですよね。さあ、ちょっと開幕すっ飛んでくる波動に、これどうしようもないですよね。さあ、とりあえず上に登って近づく、これはうまいか。ブランカ、
ローリング。暴れる。ローリング当たる。うまい。当たる。うまい。スクリーンは決まってしまう。食らいきってる。さあ、これはバッキーか。さあ、盛り返したのか。いや、違いますね。これはブラッカー勝利ですね。さあ、やりよった。これウニポさん勝ったのかよくわからない。いうの？いい試合が見られるのか？やはり、昇竜から入ってていきなりピヨ。波動にがっつり当たって、波動バリア、逃げた。だが、襲いかかってくる波動。監禁さんは、剣に変えて、暗いキャンセル。もう、明けがわからない。投げて、まず3が1本。ちょっと前半で盛り上がりすぎて、だれてきましたが、キャラ変えて、監禁さん、ザンギ。ピオリからスクリュー。ドシンと、逃げる、ザンギだが、上からスクリュー。見えないスクリューが炸裂した。1-1と取り返して、3本目。このままザンギで行くのか、監禁。サマー減らない。ダブラリから、スクリューが襲いかかってくる。スクリュー、やばい。減って、襲いかかる。上から襲いかかる。これはやばい。スクリュー入って、さようなら。さあ、しかし、決勝だが竜がいる。キャラとはさすが竜でしょう。これは、ガチやられるぞ、チュンリー。ザンギならばチュンあるだろう。さあ、回せないか。これは、どこに行ったかわからない空中にいるぞ。さあ、ザンギは掴みたい。逃げる。竜巻や叫ぶ敵がある。さあ、鳥島さん、なんかわかってるのか。目が。さあ、うわっ。さあ、キャラ替えの隙に容赦ない鳥島さん。なんたって初優勝がかかってますからね、お互い。初優勝ってか、これ2回目ですけどね。さあ、やっぱり昇竜拳。さあ、鳥島さん、ちょっと後ろのところを見せる。しかし、ブランカ、一生ローリング、一生電気。さあ、剣。さあ、一生スピバなのか、これは。スピバ強いのか。さあ、バルログ、イズナー。さあ、イズナーは全くわからない。さあ、全くわからない。やばい。バイソン。さあ、イズナー。この技も怪しいぞ。さあ、これも確定するんですかね、モーションが出れば。さあ、お互いバルログ同キャラ。うお、イズナーちゃんと今回復しましたね。さあ、やっぱり竜同キャラになるのか。本題になったぞ。これキャラ変えて大丈夫か。お互い変えている。ブランカ、やばい。おー、わかんない。どうなる。昇竜生きてる。あー、ローリングで死ななかった。さあ、根性値。監禁さん優勝おめでとうございます。